今度五穀君には、まあ、サインというわけにはいかないので、あの母音ならぬなんて言うんでしょう、犬音、肉球音をちょっとお願いしたいと思います。さあ上手にできますでしょうか。あ、できます。右側にあの五穀君のしっかりと音がされていますね。いい感じです。新アンバサダーの五穀君、そして相川翔さん、次女の桃子さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、無事あの、うん、調理式取り行うことができました。なんかうまくできたよね、うん、よかった あんなにうまくできるのあれ。いや、あんなにおとなしくポンと、しかもとっても綺麗な、いや初めてじゃないかな、あんなおとなしいの。あ、そう、だいたい暴れてそういうこう人の、ね、列に入ってったり、はいはい、あ、そうですか。大変ですよ。かわいい。似てますね。似てない。似てるわけがない。似てるわけがない。とおとなしいですね。あのね、人が大好き。大好き。人懐っこい。大好きだから。だからまあ、本当は嫌だと思うよ、この形。あ、そうなんですか。本当は。下ろしていい。え、いいです、いいです。いいですよ。降りていいの。はい。降りていいの。あ、降りて。なるほど。そうだね。あ、でお子さん、私たちをね、翔さん怒るだろうな、家では厳しいだろうなっていうふうに見えるんですけど、実際桃子ちゃんどんなお父さんですか。いや、あんまり怒るとかそういうのはないです。え、そうなの。しつけとかも厳しくないの。いや、いやだから泥棒しないとか、え、人当たり前、ね、人を殴らないとかね、傷つけないと、嘘つかないと、これ3つだよ。あ、それ3つ。あとトイレットペーパーはちゃんと入れとけと優しいお父さん。あ、本当。じゃあ桃子ちゃんはこう、ね、あのお父さん見てて、あ、私こんなところが似てる、あんなところが似てるって、似てるところあります。顔が似てますよ。顔が、顔が、いやでも性格がちょっと俺に似てるかもね。あのうちの奥、あの神さんよりね、性格が。お嬢さんすっごく可愛いじゃないですか。いや、そんなんまぶすでしょ。いやいやいや、うん、いや見てびっくり。あれ本当に翔さんのお子さんって。いやいや、なんかちっちゃくてあれだけど、もうイケイケだからね。意外とイケイケ、意外とイケイケだから。どんな感じなんですか。いやだからなんかその闘争心にもそう燃えるっていうか、やっぱり大事なことね、それ。ということは、桃子ちゃんが芸能界にデビューなんていうことはあり得るんですか。いや、とか、デビューってそんな、なんか そんな形じゃないと思うよ。どういうことですか。いやいや、だからデビューするんだっていう、なんかそんな感じでどうこうってことはないと思うよ。あの、やるんだったら勝手にスッとやってる。桃子ちゃん自身はどんな、あの、お父さん気遣わなくていいから。気遣うよ。気遣わなくていいから。ね、で本心はどうなんですか。まだ全然。本当ですか。絶対そうでしょ。まだやることいっぱいあるんだもん。ね、でもやっぱりお父さんの見てるといいなぁよ。いいなぁ、やっぱりいいなと思ってる。じゃあ将来はそっちにね、お母さんだってそうなんだからね、行きたいなっていう。大変だよ、だって、多分現場なんかもよく来てたからね、もうしまいには現場も来なくなったよ、大変だから。そりゃそうだよね、もう生まれたぐらいから現場来てたわけだからね、だから多分現場の厳しさもよく知ってるだろうし、ね、そのなんでこんな毎日毎日台本読んでんだ、もう見てるし、そんな甘くないって思って。